はい、皆さん、こんにちは。機械系男子のケ一です。今回はですね、井上康さんの書かれたアスナロ物語を紹介しようかなと思います。いや、本当にね、この本は、読んだ最初とで最後でね、アスナロに対する、ね、考え方がガラッと変わる、本当にね、いい本でした。で、アスナロのことをね、まず説明しますと、アスナロっていうのは木の名前なんですね。 で、見た目がですねヒノキに似てるんだけどもヒノキよりもなんか材質的に劣ると言われててそのアスナロの見た目からですね明日はヒノキになろう明日はなろうっていうところからまああすなろうっていう風に名付けられたという説がありますなのでまあ明日はヒノキになろうとしてるんだけどもでも一応全然木材は違うんでヒノキには一生なれないっていうこの木のことを表してて それをです、ねまあ、人に置き換えて、えーまあ、何者かになろうとしてる人間でそれが明日なロで終わるのかもしくはそいつがヒノキだったのかっていうのが、まあ、その物語では、えー、結構焦点になっていく話ですね。 で、さっきも言いましたように、そのアスナロまあ主人公がですね、自分はアスナロだと思い込んでる、えー、何もかになろうとしてるんだけども、でも自分は何者にもなれずに終わるだっていうふうに、まあちょっとですね、卑下してる主人公なんですけども、そんなね、まあ主人公を見て、いやー、ヒノキであってほしいなって最初は思ってたんですけども、最後の最後はですね、いや、やっぱりアスナロがいいっていうふうに思わ,思わされる、本当にね、見方がガラッと変わる本なんですよ。で、このアスナの物語っていうのは、主人公がですね、もう、 成長していく過程をそのまんま人生その,そのものを見る感じなんですね。一、まあ、人の男が幼い頃から大人になっていくまで、その全てをですね、見れるような話になっています。で、ここでですね、まあ、小,小ごと、まあ、項目ごとになってましてですね、その項目ごと小ごとにですね、主人公はどういうことを学んでいくのかってことが結構はっきりと分かる。 話なんですよ全部で,です、ね、6, 6個の章分けがありまして一番最初の章で、まあ、そのアスナロっていうものを知るんですね明日はひノきになろうと思ってるけどひヒノきになれないっていう存在を知るちょっとまあその残酷さをちゃんと知っちゃうわけですね一生懸命アスナロがですねひのきになろうとしてるけどもじゃあそのひのきになれないってことを悟ってしまった人の最後っていうのを見届けるわけなんですよそこですごい深い恐怖がね覚えるわけなんですよ それとはまた別でですね、まあ、その1勝目に出てくる人と関わっていく中で、まあ、己に勝つ心っていうのをまあ学ぶんですよ。己に厳しくっていうのをま,あまず幼少期に学ぶと。で、次の第2章ではですね、今度体を鍛えるんですよ。まあ、いくらですね、心が強くて頭が良くなって、まあ、体的に弱かったら意味もともないと。えー、健康じゃなかったら意味がないってことで、まあ、体を鍛えることを学ぶんですよ。で、3章目でですね、えー、ここで恋を知るんですね。恋愛をして、まあ、失恋もします。 そのの次4章目でで失恋もですね引きずってしまうんですね自分が恋した女性のことが忘れられずに引きずってるわけなんですけどもこの4章目で,ですね女性ってものを知ります。でその女性ってものを知ったことによって今まで引きずってた失恋をさっぱりと忘れることができるってことで女性を知るっていうのがですね4章目の。 ポイントですねで5勝目でですね、まあ、これ社会人になってるんですけども、えー、社会人になって、まあ、仕事としての、えー、良きライバルを知るんですね。良きライバルなんだけども、えー、自分はかなわない相手をやっぱりそこでも知るわけなんですよ。今までだったら勉強すれば勝てたとか、体を鍛えたら勝てたみたいなところだったんだけども、えー、こいつにはかなわないなと思ってるし、相手からも思われてるような、まあ、良きライバルを得るわけですね。で6勝目で今度最後、またですね、アスナのことを知ります。 1>, 1章目の時は、アスナロの最後を見た,見たんですね。アスナロが、まあ、自分はヒノキになれないということを悟ってしまって、まあ、そうなったアスナロの最後を見て、まあ、絶望というか恐怖を覚えたんですね。で、その第6章目の最後の方では、アスナロにですね、今度希望を見るんですね。やはりアスナロこそが 明日の日本、明日を変えていける人だというふうに、まあ、主人公の中でも多分変わっていく、まあ、読者としてもすごいこれが、ね、分かるということで、最初は絶望を感じるんですよ、自分は一生明日のままだと、絶望を感じたんだけども、最後の方では、えー、やはり明日なのこそが、明日は何かになろうと、そういうエネルギーを持ってる人が、まあ、明日の日本、明日の未来を変えていくっていうふうに、見方が変わるんですね、そんな風なんふうなです、ねまあ、一人の男の人生がき、まあ、綺麗に描かれてる話でして、読んでて、ね、本当に大満足な話でした。 でまあ、ちょっとですね視点を変えまして、その飛鳥とヒノキのです、ね、対比がよく描かれている話でもあるんですけども、ここらは、ね、残酷な見方をすると、ですねその物語の途中で、まあ、ヒノキになる人もいるんですよ、ヒノキになっていく人も実はいるんですね、でもここの描かれ方が、えー、ことごとく、ですねそのヒノキになっていった人っていうのは、まあ、実はですね、まあ、最後、死んでしまうんですね、えー、死んだがゆえに最後はヒノキになって終わったっていうふうな、そういうふうな描かれ方もしててですね。 これ残酷な見方をしちゃうと、明日なのにはですね、明日がある。まあ、明日を何かになろうとしてるからこそ、まあ、明日があるんですよ。でも今度、ヒノキになると、ヒノキに明日がないみたいな、そういうふうな、ね、見方もできるかなと。なんかそんな感じの印象を受けたんですよ。ヒノキではある。立派な人ではあったと。でも、ヒノキには明日はないと。明日なのはまだ何者でもない。 でしかも何者かになれるかどうかもわからないだけども明日は何かになろうこと頑張ることができるっていう風な感じでやっぱり明日がある人間と明日がない人間のそこには対比が、ね、描かれてるような感じも受けましたねなのでまあさっきもう最後の最後言ったんですけども最後明日なのに希望が見出せるって言ったんですけどもやはりその、まあ、戦後の話になっていくんですけども最後が え日本戦後の日本を、ね、復興するときてのは、まあ日のきでは、明日がない人間では日本の復興はできないわけですよ、でも明日なのにはまだ何者でもない、まあ、みんなが何者でもないんですよ、戦争でみんながほとんど多くのものを失ったわけですから。 何かを持ってる人なんていないんですよ。みんながアスナロなんですよ。で、そのアスナロが、えー、これから良くしていこうっていうことによって、まあ、日本が復興していくことも見れるそう、とてもね、いい話でして、なのでね、まあ、僕自身も、えー、最初はね、やっぱり何かしらな、持って生まれた人間でありたい、ヒノキでありたいっていうふうに、そういうふうな思いもあったんですけども、やはりアスナロこそが、明日は何かを変えていける、明日を変えていけるような、まあ、未来を、ね、切り開いていけるような人間だなと思って、もういつまでもアスナロでありたいっていうふうに思わさせてくれる、とてもいい本だったなと。 思いますはい、えー、ではですね、今回はこのアスラの物語井上康さんの本を初めて読んでみましたけども、本当に良かったので、まあ、ぜひですね、皆さん、えー、読んでみて、まあ、皆さんもですね、アスナロでありたいと、えー、思ってくれたらなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。